はるかちゃん、今いいかな。お母さん、こんにちは。大丈夫ですよ。確認したいことがあったんだけど。何ですか？結婚式の後に新婚旅行に行く予定でいいのかしら？そうです。結婚式後はそのままホテルに泊まって、次の日家に帰ってから20日に出発します。やっぱりそうよね。本当はホテルから直接行けたらよかったんですけどね、飛行機の関係で20日になりました。そっか。あのさ、もう少しずらせない？え？何をですか？新婚旅行よ。なんでですか？健太さんとも話してその日程で決めたんですが。あのね、お父さんが続けて休みもらえなくなったのよ。お父さんですか？そうなの。急なんだけどお休みもらえなくて。でもお父さんも楽しみにしていたから。え、お父さんのお休みは特に関係ないかと思うんですが。はるかちゃん、関係ないだなんてそんな言い方しないでちょうだい。言い方が悪くてすみませんでした。変な意味はなかったんです。まあいいわ。とりあえず旅行代理店に聞いてちょうだい。何をですか？だから新婚旅行の日にちをずらせるかよ。ちゃんと話聞いてる？お母さん、私よくわからないのですが、なぜお父さんの関係で変える必要があるのですか？はるかちゃん、何言ってるの？新婚旅行よ。私たちも一緒に行くのが当たり前でしょ。え？お母さんたちも行くんですか？行くに決まってるでしょ。はるかちゃん、何寝ぼけたこと言ってるの？健太の嫁になるのに大丈夫かしら。新婚旅行ですよ。こんなこと言ったら申し訳ないんですが、普通は夫婦で行くものですよ。ちょっと、嫁の立場でそんな言い方ないわよね。普通はってあなた常識外れもいいところね。お母さんの言ってること分かりません。今の若い子ってどうして口答えするのかしら。普通は親も一緒に行くの。私の友達にも新婚旅行についてきた親はいませんでした。やっぱりね、友達も変な子ばかりなのよね。お母さんこそ世の中のことを分かってないんじゃないですか。まさか健太さんのお兄さんの時も言ったんですか？もちろんよ。よくお姉さんいいって言いましたね。いいも何も当たり前でしょ。空港で行く日に待ち合わせしたのよ。まあ驚いてはいたけどね。それ驚いてたんじゃなくて嫌だったんじゃないですか。はるかちゃん、言っていいことと悪いこともわからないの？普通は新婚旅行は夫婦で行くものですよ。ちなみに健太さんはこのこと知ってますか？言ってないけど知ってると思うわよ。まあ聞いてみますね。旅行代理店に少し待っててください。お母さん、お待たせしました。どうだった？ずらせそうかしら。まず順を追って話をさせてもらいますね。できれば来月の中旬だと父さん都合がいいの。とりあえず聞いてください。分かったから話して。まず健太さんに新婚旅行に一緒に行く件を話しました。そしたら、ありえないだろ普通って言ってました。はあ？親が一緒に行くのはありえないって言ってました。まあ、あの子は本当に親不孝な子だから、嫁の見る目もないのよ。悪い嫁で申し訳ございません。そして旅行代理店にも話しました。あら、なんて言ってた？今回は結婚式に新婚旅行がセットになったプランです。普通はお二人で行くので、旅行プランの中に
ご両親は含まれていません。そのように話がありました。何よその旅行代理店、おかしいんじゃないの？先ほども話しましたが、普通は二人で行くものです。なんなら私どもからお話ししましょうかとまで言われました。これを聞いてもお母さん自分がおかしいと思いませんか？その言い方何よ。ちなみに親がついていく新婚旅行について聞きましたが、 100% ないそうです。それでも自分が正しいと言いますか？だってお兄ちゃんの時も言ったのよ。ケンタの時だって行くのが普通でしょ。普通じゃないです、おかしいですから。普通は行くのよ。普通は行きません。自分で旅行代理店に電話しますか？きっと笑われますよ。私は行くわよ。子離れしたらどうですか？現に息子さんもありえないって言ってますよ。私は行きたいの。先ほどの言葉お返ししますが、お母さん常識外れもいいとこです。健太さんがお母さんに義母の考え方はおかしいと話してくれました。こんな義母のいるところにお嫁に行くの？と思われそうですが、無事に私たちは結婚式を挙げました。結婚前にこんなことがあったので、逆にはっきり話ができるようになりました。嫁だって強くいなくちゃいけない時代ですもんね。あ、もちろん新婚旅行には二人で行きましたよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのグッド評価が今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。